はい、こんにちは。ストーブ紹介です。久しぶりですけども、オプティマスを入れました。オプティマスの00ですね。はい、00。まあ、ラディウスの例えば、21とか、プリムスの210とか、いうのがですね、これの、まあ、要はメーカー競合みたいなね、形になります。ちょっとこれ、見えますかね、くすんでおりますけども、まあ、ほとんど仕様は多分なかったと思います。はい、未使用に近いと思います。はい。ですね、これ分かりますかね。ちょっとですね、刻印が、まあ、ちょっとはっきりしないというか、まあ、薄いというかね、メイドインスウェーデン、パテントと書いてありますね。パテントオプティマス00ナンバー00ですね、はい。でまあ、大きさとしてはまあこんなもんですけども、これがオプティマスのバーナー、ローラーバーナーですね。ブレヒートカップがついとって、ライジングチューブがついとると。まあ、これをですね、このように設置すると。ちょっと見えにくい、ごめんなさい。はい。形ですね。はい。で、これが風防です。はい。まあ、これもほとんどサビがないので、まあ、このように。こんな感じですね。でこれがフレームスプレッダーですね。スプレッダーは無印かな、メーカー表示がありませんけどね。はい、こんな形です。あ、早いな。はい、入ったね。はいはい。でこれが3本足のね、いつもの3本足です。はい。でこれはちょっと脱ぎましたけども、ポンプ一式ですね。でこれがまあ、リザーブの上に締める蓋ですけど、まあ、ここに入ると、ここにネジでね、ネジ込み式で入ります。はい、ということでね。でこれがスポット入ると、まあ抜いちゃいましたからごめんなさい。これが、はい、フェルキャップ、ね、圧力抜きの仕様のフェルキャップですね。クリーニングニードはありませんけど、当然ブリッカーが付いとって、ナンバー330ですね。未開封です。まあ、一応ここら辺、出ておりますけども、未開封ということでね。はい、オプティマス、はい、でございます。あと、レンチですね。ちょっと形としては、まあ、ラディウスなんかと一緒のレンチですね。はい、このような、はい、裏は溝っぽいですね。これオプティマス、見えますかね。ピント合ってるかな。もうピント合わずに喋るので最近ごめんなさいね。自分が目が悪いのでごめんなさい。ケースがこのようなケースです。はい、ちょっとですね、まあ保管状態があんまり良くなかったかもしれませんけども、まあ一応多分未使用だと思います。これもね、ゴボッと開けてこんな風ですね。はい、状態は、はい、まあ、オプティマスの地球エンボスの、まあ、ペインティング、イラストが描いたペインティングをしたということですね。はい、これはまあ00のケースでございます。はい、それとあとは取扱説明書ですね。もうほとんどこれ、補修しました。補修ですね。はい、ごめんなさい、テープで、というのはもうほとんどですね、触るとバラ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 と多分、分解されてくるということでですね。はい、まあ何語かよく分かりませんけどもどれ見ても英語は多分ないかな。まあ、例えばここら辺で何とか何とかって書いてありますけども、こうオプティマスフォトゲンコックっていうか、クックっていうか、もう、まあ、まあ額がないので、ね、ごめんなさいね。はい、調べる気もあんまりないので、こういうのはですね、本当にたまりにたまってですね、もうかなりの数を持っとるんですけども、まあ、いい加減整理しなあかんと思ってますけど、なかなかですね、本当はこれ、
読み取ってですね、スキャナーで、パソコンに残せばいいんですけど、なかなかですね、この大きさ、B4 サイズ、A3 サイズよりもまだ大きいんかな、これね、多分ね。まあ、そんなこと、そんなその業務用の、まあ、読み取り機会はないので、ごめんなさいね。あとですね、まあ、ちらっと話をすると、オプティマスのでかいケースですね。これ、まあ、オプティマスの、まあ、尺用というか、プリムスの尺が入っているんですけども、まあ、これは後から探してですね、スウェーデンで買いました。はい、なんかになるかなと思ってね、はい、あんまり何もなってないですけど、かなり大きいです。まあ、だからこれ、グラグラグラとしてますけどね、これと、まあ、こんな親子みたいな、ね、形です、はい。触るとこはあんまりないんですけども、正直言ってここら辺がちょっとくすんでおるというか、まあ、まあこれはこれでいいんですけども、まあ、スプレッダーとかね、ここら辺単バーナーの風防とかはあんまり触る必要ないです、タンク本体だけちょっときれいにしようかなと思っています。はい、ということで簡単な説明ですけども、まあちょっとね、他のプリムスの、210とかラディウスの21に比べてこのタンクがね、多少丸みがあってですね、丸みがあるんですね、丸みがね。で、年代特定がなかなかできんもんで、製造かちょっと分かりません、正直言って。売れには何もその無印ですので、プリムスみたいなね、製造年の、番号というか、アルファベットの記載がないのでね、はい、ということでした。では長い間ご視聴ありがとうございました。はい。